子どもたちの通学路の安全などを確保するため今朝全国一斉に事故防止の呼びかけが行われましたこれは新学期に合わせ子どもたちの交通事故防止などを目的に全国一斉で行われたものですこのうち静岡市駿河区の大里西小学校周辺では警察官が通学路の取り締まりを強化し交通安全を呼びかけました警察によりますと 去年までの10年間で小学生の歩行中の事故による死傷者は、1年生と2年生が51%を占め、また、峠口中の事故が最も多く46%を占めているということです。警察では、継続的な啓発活動などで事故減少に努めるということです。